ポロです。チェロです。パポロルチチェェロロでです。す。はい、ワンパレやっていきましょ行きましょう。今回ね、う。うん。まあ、43階層うん。にちょっと行ってみたいなと思ってて、ええ。このトゲくん、せっかくね、ゲットしたんで使ってみたいなと思うんですけど、まあ、ちょっと育てられてないんだよね、今、レベルが105で、グレードの13の途中みたいな感じになって、スキルはね、一応7で、ここだけ10。マックスにしてますと。で、俺さ、デバッファーって思ってたんだけど、まあ、コメントでいろいろいただいてね、アタッカーとしても使えますよみたいなお話をいただいて、見たら、必殺がね、必殺の威力が1499.3%と、かなり強いんですよ。かなりこれキャラですね。いや、かなり強いと思うんだけど、五条さんが1049%なんですよ。おお。で、まあ、こっちはね、どっちが強いっていう議論はちょっと難しいと思うんだよね。やっぱ工場キャラだから凸しやすいじゃん。そうですだね。から、無凸と凸ありで比べるのって難しいと思うし、まあ、総合的に見るとやっぱどうしても五条さんが強くなっちゃうのかもしんないけど、無凸のね、トゲちゃん、半端ないんですよ。とはいえ。なので、こいつが将来的に工場落ちして凸できた時には、まあ、五条さん抜くだろうなっていう感じの性能ではある。ただまあね、その時にはまたもっと他に強いキャラ出てるんだろうけどね。っていうことで、今回ね、こんな構成でいきたいなと思ってて、まあ、バッファー、バッファー、デバッファー。で、トゲちゃん自身もデバッファーをしつつアタッカーということで、火力がね、どれぐらい出るかというところをね、見ていきたいなと思います。はい、じゃあやっていきましょうか。これね、ちょっといろいろ試したんですけど、このやり方がね、多分一番よろしいかなと思ってて、まあ、ここでね、必殺貯めるバフして、ここも、必殺貯めるみたいな。ここでまず全員必殺貯まりやすくします。で、伏黒さん貯まりやすくします。でも、ここからね、もうひたすら攻撃。っていうのが、伏黒さんの領域展開をしたいんですよ。これはね、ちょっとごめんね、つまらんかもしれない。もうでも、伏黒さん溜まるから、もう間もなく。間もなくそうですでよ。すね。バフをつけないんですか？伏黒さんの領域展開ハマってからよね。おお。でね、ここちょっとミスったんだよね。ここからバフしちゃったんだよね、ビビって。違うんだよね、狂ってるから本当にしたかったね。のは、領域展開5にしたかったんだけど、ちょっとね、ビビってしまって先に使っちゃったっていう感じですけどね。なるほど。まあ、それでもね、十分火力は見ていただけるかなと思うんですよ。で、ここから本当はバフをしていって、で、ここでデバフ。で、ここでね、トゲ君自身もデバフ。なるほど。ちょっと怖かったけど、なんとか耐えれたと。で、ここもバフ、バフ、デバフ、デバフ。で、本当は次までしたかったんだよね。次ま危ない。でバフバフでバフってして、最後にバーンってしたかったんだけど、もうトゲ君やばいじゃん。やばい、だけやどばいですもね。う、ここでね、また日和りました。迷る、迷う。迷る。ここで、あ、やっぱやべえ、行こうってなった。ああ、なるほど。そうそう、悩んでる、すごい悩んでるんだけど、本来ならばもうちょっそうそうとそう、もっ火と火力を力ね。を出せるはずと思って、ここからね、トゲ君が行くんですよ、必殺を。ワンパンです。すごいよやね。ばくない？ただもうどれぐらいの。ダメージが出たかってことですよね。ちょっと見ていきましょうか。はい、ということでね、まあ、今ちょっと画面に出てますけど、818万出てるんですよ。やばくない？すごい、すごいけど、わかんない、私も。私ああ、になると。なるほど。よく。こう、何と比べてっていうとこだよね。ですね。でも、どうなんだろうね。デバフもしつつ火力も出せるキャラって今まであんまりいなかったと思うんだけど、まあ、学生、ゲトウさんもそんな感じだったかな。でもこれね、かなり強いと思うんだけどね。いや、強いですよ。まあ、バフとデバフもてんこ盛りでやったにせよよ。800万ですよ。なかなかの火力じゃないですかね。ねえ、まだまだ。
火力出せそうな感じしますもんね。でまだ僕育成不十分ですし、うん、ワンチャンね今あの単発を毎日楽しんでるんですけど、これで一突でもできてみなさいよ。すごく強くなると思うよ。いや私まだ一体もいないから、ね、そんなまあまあポロさんはさあのライブで弾いた方がいいと思うよ。ライブの方が運があるから。あそうだね、うん、どうせ弾くならね、うん、うん、確かに。はい、ということでね、まあちょっとね比べられてないから強さが実感できないかもしれないんですけど、まあ、僕としてはねデバフはと思ってたんですけど、あのまあ皆さんのコメントのおかげでねアタッカーの素質もあるというのを教えていただいたので、ちょっと動画にしてみたということですね。はい、はい、では今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。